おはようさん、トンハウスへようこそ。動画は最後まで見てよ。はい、おはようございます。今日の朝の保護猫たちです。ロシアンちゃんに、ミちゃんに、ミッちゃん、リンちゃん、これ風の音すごいと思うけど、ミちゃんね、ヒデバラパイプ、ヒデバラパイプの中で誰もいたいかな。キッキちゃんがいてるかな。ちょっとね、思ったんだけど、キッキちゃんとね、まあ、昨日誰か言ってはったように、麦ちゃんを向こう1個、2つ、あれ開いてるんですよね、ケージが。だから、あっちにちょっと連れて行こうかなと思ってね。まだ春ちゃんとかね、移動してない中でね、向こうのこの、その、オス猫の対策はまだ、なんやけど、エルサママだけね、囲いをね、ちょっとしてあげてるんですよね。うん、まあ、ちょっと移動さすのにまたストレスなのかな思いもってね、なかなか慣れてきてるのにね、また移動さすのはどうかな思ったりとかね、そうやったら囲いしてみようかなとか思ったり、いろいろね考えてんやけど、またあの子らはまた話したりするストレスを抱えることやからね、その短時間にするのもどうかな思ったりね、いろいろ悩むところやねんけどね。はい、まあ、ちょっと体調見てしかね、できないけどね、うん、まあ、キーボーもちょっと慣れてきて、外でも昨日まあ、こういう小屋入れ物っていうか、こういうね、家みたいなやつ、こういう感じで作った、ね、中に入れるやつをこの上に乗って潰してもうて、入り口がね塞がってるからね入れないんやけど、まあ、それでもね、怖がらず、ね、キーボーもいてたから、大丈夫かなと、思うんやけど、まだちょっとね、踏み切れないという。あ、マイルちゃん逃げてたの。はい、リンちゃん。リンちゃんはだいぶね、怒るかな。あ、怒るかな。リンちゃん。リンちゃん。まあ、今回ね、こういう慣れない子の中で、このルルちゃんもね、猫ワーキさんが、里親になってくれるということでね、まだ近々ね、まあ、今コロナの影響あるからね、合間見てね、すぐにガバッと、ね、里親さんにね渡そうかなと。まあ、こういうね、凛ちゃんとかね、慣れない子がね、まあ、ここらはまあちょっと慣れてるけど、慣れない子、この子とか言うて里親を探ししていこうかなと思ってね、うん、一番ね慣れてる子もまた行ったらポンさんから見捨てられたいうようなね、感じで、ものすごいショックを受ける子もおるいうことでね、うん、こういうね、あまり逃げない子はね、逃げるけど、まあ、この、ここらもだいぶ、こういうふうにね、まだ、ね、ちょっと警戒はしてるけど、ね、こういう子らはまだね、ちょっと様子見て、ほんまに慣れない子。だから三毛猫ちゃんとかね、今回前に保護した尻尾の短いチャトラちゃんとか、ね、あの辺はねちょっと先に最近入った子をできたら揉んでもらえたらなと思うんやけどね。はい、まあ、シャーコちゃんも、シャーコちゃんがね、妙なとこにいるの、これで珍しくね、この子が、美奈子ちゃんがこう見てます。はい、みなかも大丈夫かな、すぐには出さんでね、うん、あ、麦ちゃんも向こうに、この麦ちゃんがでね、もうてもらえたらなと思うんやけど、うん、そこでね、鳴らしてもらえたらなと思うんやけどね。まあ、今までね、いろいろね、意見してくれはった人おるけど、リオちゃんの件でもね、話した方が慣れると思いはる人も多いと思うんやけど、話して慣れるのはなかなかですからね、慣れることにほんまに慣れない子が多いかね。まあ言うたらシャークちゃんとかね、サブコロちゃんとか、まあ、この子もまだ1年以上経つけどね、チョビちゃんね、なかなかやからね、サブコロちゃんとかもこの辺はもう1年以上経ってるから、こういうふうに自由にさしてたら、まあそれでもこうね、ルーちゃんよかったな、うん、この子も慣れないからね、こういう子はもう一旦ポンさんのとこからね
違うて、その方が幸せかな思うからね、うん、マイルドちゃんもそうかな思うたけどね、こういう、こういう逃げる子はね、うん、ずっとこの性格になってまうからね、もう1年経っても、まあ、多分ルルちゃんもそのポンさんがね時間ないって言われたらそれまでやけど、まあ、時間あって鳴らすにしたかってレオちゃんをね今あのずっと見てもらえてて、あの分かるようにね、なかなか慣れないんですよね、うん、無理やりやるからやとかいろいろ言い張るけどね、うん、無理やりやって慣れる子もおるし、まあほんまにあの性格バラバラやからね猫も、うん、10人トイレやないけど、うん、まあこのひらりちゃんとかもねまだ慣れてるわけじゃないけど逃げはせんからね、うん、後の子はねやっぱり無理やりねこの慣れてるから里親言うのもねまたいろんな問題もあるからもわからないんで、今一番やっぱりポンさんのところで困るのは慣れない子がねあの隠れてて病気をするっていうようなことを避けたいからね、うん、やっぱりそういうこともね含めて、うん、この前のねあの今向こうに行ってる尻尾の短い子はねやっぱりちょっとあこれはちょっとまずいかな言うんで向こうにあのゲージに入れて今管理してんやけど、まあちょっとね良くなったという、ニック悪いねほんまに、ニックが結構ほらニック、ニックほら立ち目どこかちょっとお前、ほら何してんやお前は、まあでも遊びかもわからんけどな、ちょっとこういう小競り合いがねほんまの喧嘩になったり、まあ、猫でいうのはこういうの結構あるからね、それが本気の喧嘩とかなったりもするからね、まあストレスにもなることもあるかもわからんけど、まあここの大きい猫だったらねちょっとねあの膀胱炎を起こすことはあるかもしらんけどね、膀胱炎を起こすのでもいろんなねあのこういうことで起こるんか、餌のねすぐ食べられんからだって起こす、トイレもそうやし、すぐにできない時とか人間でもそうやからね、そういうストレスが蓄積したらやっぱりあの膀胱炎とかなりやすいからね、まあ、ストレスからね、だからほんまにいつでも食べれる状態と飲める状態とトイレをねいつもきれいにしてあのできるだけねあのトイレができやすい状態にするのが一番だなと思いますね、まあ、だからこの砂のねあのええとこはやっぱり普通のこのシステムトイレいうたら多頭で行くっていうたらやっぱりトイレの数が必要かもわからないけど、このこういうふうにねうんこがやっぱり生に出てくるからね、生にこの残ってるけど、またこれをね玉をねいっぱい入れたったらええと思うんやけど、いっぱい入れたらこういうふうにね乾燥しないからねバラバラになりやすいんですよね、だから少量で入れておかんとまずいというのはこのトイレの欠点やねんけどね、逆に言うたらこのトイレは分かってはると思うけど、これ砂をね入れるいっぱい入れることによってね匂いもマシなんかな、やっぱりトイレのその直接こういうトイレちょっとなやりたての時とか生っぽいのがあるからね、人間でも匂いがしてくるんや、人間にもしてくるんやけど、このトイレはまだマシなんですよね、やっぱりさすがに、だから猫にこのトイレは人気で、砂をねやっぱり大量に捨ててあったらそういうので掘っていきやすいし、だからこのトイレはやっぱり多頭飼育には向いてんかな思ったりね、うん、この大きい砂場作ってするのやったらもう一つでいいと思いますよ、これはこのシステムトイレをするよりね、うん、まあ血尿とか出た時にはもう分からないかいう問題もあるけどね、うん、血尿出た時にはね、血尿出た時でやっぱりじっとトイレ行ってる時は大概血尿出てます、うん、だからね、うん、そこらで見極めていかんと、これもここでも血尿出てたらって誰がっていうのが分からないからね、うん、見ててパッとすぐに見れたら分かるんだけど、なかなかそれができないからね、多頭飼育というのは、うん、まあ、だからそういう問題もねクリアしていかないとね、ダメなことはダメなんですよね、だから第2ステージではねちょっとそこらもトイレの数もねちょっとやっぱりもうちょっと増やしたりとかいろいろね考えることかなと、だから
あのベランダにもう一個そういう砂場のこういうのをバサッと作ろうと思って、どっかい砂場のトイレを、うん、それであの一挙にね、うん、2日に1遍とか、まあ、その分散してた数も今の数でこのトイレでなんとかね行けてる中で、まあ、そういうでっかい砂とか下にもトイレ何個か置くから今の数でもストレトイレのストレスはなくなると思うんだけどね。餌もちょっと水とね、水もここだけこうしてるからやっぱりどうしても飲む言うたこれ1匹こんだけ長いけど1匹だけになるからストレスになると思うしね。これどけた方がほんまいいんやけどね、うん、まあ埃の問題関係もあるけど、まあ埃の問題関係でもここの、確実フィルターで埃は取ってくれるわけやねんけどね、うん、まあだから換気扇になるようなこういうところにつけて埃をねやっぱりちょっとでも吸うようなね、今度のところではね考えていかないとダメかなと、うんね、まあ餌は簡単やからね、 餌はね、まあ与えすぎも良くない言われる方もおる中で、まあ、ポンさんはこのシステムが一番まだね良、うん、くはないという人もおるんだよねやっぱり、うん、まあだからチュールとか個別に与えるようなものはね制限してね与えるようにしようと思ってるけど、ね、まあ、こんな感じで、ね、また第2ステージちょっと掃除いきます、ね、はい以上です。ありがとうございます。家猫のリスちゃんです。動画を見ていただきありがとうございます。おやつ代と思ってグッドボタンチャンネル登録をよろしくお願いします。